ちゃこんにちは、豊さん、はい、阪神のルーキー森下選手が、ね、開幕から好調ですね。まあ好調、まあまあでも打てるとは思ってたよ俺は。あ、それもキャンプの時から見てて、そう感じてました。まあ、あとは慣れだなっていうふうに思ってたし、うん、はい、あのボールの見逃し方がすごくいいんだよね、うん、こうやって見逃さないんだよ。やっぱこう見逃す時はスッとこうやって見逃すから、いつでも打てるような状態に入ってるっていうことだから、はい、でまあ賢いな、あの子は。お、割と賢いね。それはどういうところから賢いなって。やっぱボールの読みとかさ、まだ見てて分かりやすいんだけどね、はい、分かりやすいけど、ああこう考えてるんだろうなっていうのが考えが分かるバッターだね。おー、ということはキャッチャーにも分かるということだから、これからどう変化していくのかっていうことだけどもね。ってなるとやっぱりこう今年の新人王だったりとかに名乗りを上げてきそうな選手ですよ ね。山下晋平だと同じリーグにいないからね。そうですだから大丈夫大丈夫かなとは思うけど、はい、もう第一候補だよね今セリーグの中での第一候補という人が、ね、で過去にやはりその同じ中内でルーキーの、まあ、ちょっと本来だったら新人王を取れててもおかしくなかったバッター、まあ、俺の中では新人王だと思ってるけどねそうですよねなんかその他に入れられその他大勢に入れられたけどさそうですよね、まあ、牧選手 DNA の牧ね、はい、まあ、岡田監督は将来的には牧のような、で牧を超えていけるような、はい、まあ、そういう選手になっていくんじゃないかっていうふうな、ん、まあ、予想を立ててたけどね。おお、そうですよね、うんうん、というわけで今回はその森下選手と牧選手を徹底比較してみようという、はいはい、動画にしましょう、はい、じゃあまず牧選手と森下選手、これ2人が共通する部分っていうのはどこなんですか。共通する部分は同じ中央大学っていうこと、はい、まずそこですよね。それと右バッターっていうことだよね、はい、タイプはどうなんですか。まあ、タイプはやっぱ森下の方が古し、はい、牧は確実性だよね。まあね、牧は中距離、はい、森下長距離、はい、まあ、長距離にもなってないけどまだ、うん、タイプとして分けるんだったらそういうタイプだよ。そうなんですね、まあ、DeNA で4番を打ってるじゃないですか牧選手、はい、ということは森下選手今6番ですけど確実に将来的にいや4番も打てるような打者になってくると思う。いわゆるホームラン打者っていう、まあ、ホームラン打者と言えるほどホームラン打者ではこれはね比較するってもねすごくね野球の場合難しいんだよ、うん、牧は横浜スタジアムでしょ。ああそうですね、本拠地が、はい、でもう一方は甲子園だからさ、はい、まあ、だけど牧から言わすといやお前阪神のピッチャー打たなくていいじゃんみたいな、うん、俺は阪神の強力なピッチャーが投げてくるんだと、はい、ね、でも森下は曰くいや牧さんあなたのところの球場どこ打ったって入るじゃないですかみたいな、はい、だからね比較って言ってもすごく難しいんだよ。確かにそうですね。そうなんだよ。そうか、だから牧が横浜スタジアム保守は長距離って言ってもいいけど、はい、森下が甲子園って言ったら中距離って言ってあげなきゃかわいそうなんだよね。森下選手が DeNA だったら確実に長距離っていうことになるってことですね、うん、まあ、そうだね、うん、あ、なるほど、うん、だからまあ難しいんだけど、はい、まあただやっぱお互い性格がいいなあのチームメイトに好かれるような性格だし、はい、うん、まあ、人間的にも立派だしね、はい、だからそういう意味では牧が4番、うん、やっぱこう牧はなんかチームを引っ張っていくだろうっていうような感じもするし、はい、森下も将来的にはなんかこうチームを引っ張っていくようなね中心選手にはなっていくだろうね。そうですよね、うん、あのコメントも開幕して4戦目の時に森下選手自信は多少なりともついてきていますよ。これ、4試合連続打点で4連勝に貢献した時のコメントなんですけれども、まあね、はい、これだったりとかあと佐藤輝明選手が打席に入ると2アウトでも打席が回ってくると思ってもうネクストに入っていますっていうふうな、まあ、当たり前だよね、まあ、当たり前のこと知事すんだよみたいなそうなんですか、まあ、そんな感じなんだけどそりゃそうだよねその準備してなかったら大変なことになるけどもさ、はい、うん、まあ、だけど森下甲子園でしょ、はい、でね、おそらく阪神は今年優勝争いしてくると思うんだよ、はい、まあ、その中で成長するっていうのはすごく財産にはなるんだけど徹底マークされる確率も高いからね、まあ、これからそうなってきますよね。もちろんもちろん、でも手を変え品を変え、はい、いろんなことをこう試してで見つけて攻められるから、はい、うん、
だからそこら辺をかいくぐれるかどうかだよね。そうですよね、うん、でこの牧選手と森下選手のじゃあルーキーイヤー この開幕ってどうだったか、開幕の試合ってどうだったかというと、はい、まず牧選手2021年に、東京ドームで3月26日開幕戦3番一塁手としてデビューする、はい、で翌日、高梨投手からプロ初安打を放つと、はい、で3月28日の巨人戦でプロ初打点で31日のヤクルト戦でプロ初本塁打。いやすごいですよね、牧選手も。いや、まあ、順調に来るよね。順調ですよね。でもそれ以上に順調なのは森下でしょ、はい、いやそうなんですよ。森下選手、まあ、現在まだ4試合現在ですよ、4試合しか終わってないですけど、ね、お前気が早くないか。打率聞いてください、はい、3割8分5厘そう、開幕2戦目で初ヒット初打点をマーク、はい、得点圏打率5割、うん、すごいですよ。まあね、はい、だから、まあ、森下が後ろにいるということは里輝と勝負をする、はい、そしたら無理やり勝負していくと里輝もホームランとかいろいろ増えてくるんじゃないかなっていうような、うん、まあ、そんな気はするけどもね、うん、いやだから本当によくやってるし、はい、まあ、最初こう自分も乗れたよね。あ、そうですね、波に、まあ、それとね開幕で3択食らったんだよ、はい、ね、で守備固め出されて、うん、で次の日どうかなと思ったらそこから活躍し始めたから、うん、切り替えも早いんだろうなって、うん、ただねこの子はおそらく打ち出すと調子に乗るよいい意味でですか。まあ、いい意味でも悪い意味で。あ、だから鼻っ柱ポーンと折れるような人がいないとダメだね。あ、牧はなんか自分の足元を着実に一歩一歩進んでいくタイプだけども、はい、2、3段飛びそうだもんね、こう森下飛び越していきそうですよね。なんか可愛いんだよすごく、はい、それは嫌味がある飛び越し方じゃなくて、うん、ああみたいな、そんなんじゃなくて、うん、なんかねこう飛び越していきそうな感じ。でも一歩一歩でいいんだから、うん、着実に、ね、着実にいったら、うん、まあ、スケール的には俺もそうだけど、牧を超えていきそうな感じがするよね。牧選手を超える打者になるということは、まあ、もちろん全日本にも選ばれるような選手でもあるし、例えばその記録という意味では打点王だったり何王とか、ね、まあ、ホームラン王はちょっと難しいと思う、甲子園だと、はい、まあ、打点王は可能性あるよね、うん、ただ打点王だとやっぱ近本中野、うん、その次か4番 か、この辺であってほしいよね、打順がね、うん、そうなったら本当に近本と中野って優秀な 1,2、はい、番だから、はい、可能性としたら全然あるよ。今年じゃないよ、今年じゃないよ、ね、将来的にね、はい、あ、打順っていうところも大事になってくるんですよ。いや大事になってる、でもそれは自分の実力で掴み取りにいかないと、はい、タイトルなんかも取れないし、うん、ね、だから、まあ、4番がいいのかなっていうような感じはするけどね。そうですよね、うん、まあ、牧選手は本当にデビューから3番打っていて、そのルキーイヤーの後半で4番、まあ、そうだね、とかですもんね、うん、まあ、ちょっと打順は違いますけれども、で牧選手はそのルーキーイヤーの年の成績、うん、137試合に出場してホームランが22本、はい、打点が71、はい、で打率は3割1分4厘、うん、率はやっぱ牧の方が上かな、ずっと上だと思うよ。あ、そうですか。牧はね、はい、やっぱねバッティングがね出来上がってるっていうかさ、はい、無駄がないもんあの子は。で対応力が素晴らしい、はい、速いボールでも遅いボールでも対応していける能力がある、うん、森下っていうのは、まあ、速いボールには対応していくだろうけど、うん、遅いボールには出されるタイプ、ね、出されるっていうのは体が泳ぐタイプ、はい、でもそれでも拾ってくると思うけども、でも率はやっぱ牧が残せるよ。あ、そうなんですね。で森下はまだ反動を使うから、はい、バッティングで、うん、だからそういう選手っていうのは率よりもパワー系だから、だから、まあ、22本、まあ、甲子園でも超えていってほしいぐらいのバッターだけどね。あ、うん、将来的にはね、はい、じゃあこれ今打率ルーキーイヤー牧選手は3割1分4厘だったんですけど、森下選手、まあ、現在は3割8分5厘ですけど、こう通してルーキーイヤー見た時に大体どのぐらい。森下、はい、2割8分あ、うん、あ2割8分、うん、ホームランは、ホームランは、まあ、20本ぐらいかな、ルーキーイヤー。まあ、20本いかないと思うよ、うんうん、難しいってそこは、うん、甲子園打線でも打点は、うん、まあ、里輝大山次第だけど、はい、これが絶好調で返していけば何もランナーいないみたいなそんな状態もあるしねそうですよ
ね。そんな状態もあるし、うん、でもそうだな、15本っていうことはないと思うんだよ。15本以上、20本未満ぐらいの感じで打ってくると思うんだけど、はい、まあ、その中で打点が70あればいいんじゃないの。いや、いい方ですよね、うん、70から80の間だ。だいたい牧選手が71なので、まあ、近いような数字には森下選手もなってくるのかなっていう、うんうん、そうそう、うん、いや勝負強いしね、この子は、はい、うん、ただやっぱり打率は牧選手を超えるってことはちょっとなさそうかなっていう。まあでも阪神のピッチャー打たなくていいんだもんな、はい、だからそこら辺はチャンスあるよな。そうなんですよ、そこですよね。ただやっぱりカード的に広島戦に強かったり、ヤクルト戦に強かったり、まあ、DeNA 戦に強かったりするといいよね、はい、そうですね、まあ、巨人もそうか、うん、中日のピッチャーも結構いやらしいと思うんだよ、はい、いいからね、うん、で攻められ方中村がうまいんだよ、うん、ヤクルトの、だからそこら辺でちょっと苦しむかなっていうような感じはするけども、他のチームの時は確実に打っとかないとね、はい、って思うけどね。あと牧選手はルーキーが137試合出てるんです、はい、まあほぼ、まあまあね、まあ、ほぼほぼ出てるというところですけど、はいはい、森下選手はこの数字どう。いや、まあずっと使い続けると思うけど、はい、ただ春先に肉払いしてるよね、はい、だからここら辺が疲労とともにどうなのかっていうことだよね、うん、これまた再発しなければいいなっていうふうに思ってるけど、はい、ここら辺は岡田監督も使い方うまいからね、無理させないというか、怪我したら何にもならないからっていうんで、はい、まあ、守備固めポンと入れたりだとか、本当はずっと守らせておきたいと思うんだろうけどね、うん、チームの中心の選手になっていかなきゃいけない選手だから、はい、まあ、だけどやっぱ春先の故障だとかそういうことは岡田監督の頭の中に入ってると思う、うん、だからまあルーキーだしね、はい、ここは無理させない方がいいかみたいな、うん、まあ、そういうところはポンと変えたりとか、はい、そこら辺はうまいと思うけどね。あ、そうなんですね、うん、じゃあもしかすると試合数も無理させないっていうことになるとちょっと減ってくる可能性も。試合数は出ててもイニング数が減るかも、ね、そうですね、うん、確かにそこですよね、まあ、森下選手と牧選手ちょっと比較になりますけど、森下選手じゃ あの各チームに徹底マークされ出すのって何月ぐらいからですか。まあ、あのね、一回りしてからだろうな、ある程度。ああ、そうかそうか。そうカード一回り。4月終わり。まあ4月中にデータは出揃うと思う。そうするとやっぱどんどん厳しくバシバシ。でも牧はそこをかいくぐったからね。そうなんですよ。と超えて。データの裏を行けたから。それはやっぱりそのコーチだったりとかのアドバイスもあり、牧選手の対応力。いやいや、もうコーチのどの子の言っても対応力だよ。はい、すごいですね、やっぱり、うん、だから牧のすごいところは対応力だよね、はい、うん、と確実性、うん、あとはこう無駄な動きがないということで、はい、でまだまだ森下は無駄な動きではないけども、ちょっと勢いをつける動作もあるしね、はい、でやっぱホームランが出てこなくなってくると、やっぱ森下早くホームラン欲しいなとか思ってくると崩す可能性もあるし、はい、だからまあそこら辺は見ものだけどね。そうですね、だ一巡した後の、まあ、大体4月終わりぐらい、5月頭から森下選手がこの状態をキープしつついけるのか、ちょっとやっぱり対応に苦しんだりとか。でも森下がこの現状を維持していければ、はい、阪神楽だよ。めちゃくちゃ楽だよ。本当そうですね。いや本当そうだよ。もうしっかりしてますもんね。この子のヒットには打点がついてくるからね、よくね。そうなんですよ、うん、だから森下が、うん、やっぱポイントになってくるかもな。大山がダメだったら森下っていうこともあるからね。あ、4番そうですね、十分に今シーズン、うん、この子は打順によって気持ちが変わるタイプではない、うん、いつも4番のような今でも気持ちで入ってるから、はい、俺がみたい大きいですね。いやいや、でも本当に2人ともいい子だしね、うん、牧と森下同じ中大だし、まだ中央の話させてもらえると、はい、西武の小賀も可愛いんだよもういっぱいいます小賀可愛くてしょうがないよ本当に。そうですね、まあ、みんな頑張れということ。そうですね、はい、今回はあの森下選手とちょっと牧選手を比較してみました、はい、まあでもいいライバルだから、いいライバルというか、う、ね、いい先輩がいるわけだから、はい、目標にね、森下はね、はい、頑張ってほしいな、はい、はい。